保育園の父母会役員をしてる。園児一人につき、1年で1000円ずつ徴収して運営してるんだけど、そんなに園児数も多くないので、全員分合わせても、大した金額にはならない。そんな中で、人形劇やマジックショーの方へのお礼、子供たちへのクリスマスプレゼント、運動会頑張ったご褒美、なんとかやりくりして運営してる。本当にキツキツ。毎年数十円単位でしか残らない。ここからが本題。園児の父親が、不慮の事故で亡くなった。父母会始まって以来、初めての出来事。快速に従って、継承費1万円を家族に送りました。毎年数十円単位でしか残らない計算でやってたので、不謹慎ながらも、会計の私は、これからの運営について少々心配してました。それから少し経ち、なんとかやりくりしつつ、今年度最後の保育園での行事。毎年父母会から頑張ったご褒美として、ノートや鉛筆の詰め合わせなんかを出していましたが、どう頑張っても無理。他の役員と相談した結果、一人が、趣味で、陶芸用のガス窯を持ってると言ってくれ、年度まで用意してくれました。彼女の指導で、役員全員、力を合わせて、小さな熊の箸置きを作ることに。役員ママのほとんどが、仕事を持ってる中、頑張ってできた熊は、それぞれ違う顔をしてたけど、なかなか可愛らしい出来でした。当日、子供たちの反応も上々。全部違う顔なのが、逆に良かったのか、真剣に選ぶ子、後で友達同士トレードする子、お人形遊びのようにする子。そういえば、うちの子も、小さい小物大好きだもんな。頑張って良かったなぁ。なんて感動してました。そして、公演時。私たちは後片付けをしてたんだけど、お迎えのママたちに、可愛いね、手作り品のご褒美のがいいね、などなど、お褒めの言葉をいただき、またまた頑張ってよかったなぁ、と感動していると、ギャーン!と泣き叫ぶ園児の声。慌てて声のする方へ向かうと、何よ、こんな安っぽいものを、とわめきながら、子供たちから熊を奪い、道路に投げつけている A ママ。もうすでに、3つくらい割られていて、何が何だかわからないけど、大変だ。と3人がかりで A ママを押さえつける。園長も出てきて、全員で園長室へ行く。熊を割られた子供たちは、手当てのために、他の役員ママと別室へ。A ママの言うことを簡単に言うと、まるまる亡くなった方のお子さんのせいで、こんなちんけなご褒美になった。それなのに子供たちが嬉しそうにしてるからムカついた。とりあえず、うちにも1万円よこせ、らしい。毎年のご褒美だって、ほぼ100均の詰め合わせなのに、その他目撃者の話を総合すると、A ママが、一人の子から熊を奪う。勇敢な男の子が A ママにタックル。A ママピザすぎで男の子吹っ飛ばされる。二個目の熊奪われる。タックルを受け、切れた A ママが、もう一人から、三個目の熊を奪う。ちなみに、この一連の流れがあまりにも早すぎて目撃者ママ何もできず。私たちが到着して一緒に押さえつけてくれました。子供相手に暴力を振るったことも、亡くなった方相手にずるいということも、1万円よこせとか、もう何もかも気違いすぎてびっくり。園長にものすごい怒られてましたが、ブスーっとしてただけで全然動じてない様子。そこで、お母さん方帰ってください。あとは園で何とかしますから、と言われ、退散したのでその後はわからず。熊を奪われた子供たちは、吹っ飛ばされた時に、少しすりむいていましたが、なんともなく安心。割れた熊の代わりに、陶芸ママの車にたまたま会ったチビシーサー、彼女作をもらってご機嫌。その後、当たり前ですが、A ママは退園処分。近隣の他の園も受け入れてもらえず、無認可保育園は高いから嫌だ。と、お父さんが亡くなったこの家へ嫁して、多分、お前のせいだとやったんだと思う、断られ、ファビョって、庭破壊、警察、消息不明になると、お決まりの託児系話になり、微妙に解決。熊を割られショックでしたが、その後、役員ママ数人が陶芸を習い出したりして、最近、菊練りが完璧になってきたので、記念書き子。